その後の研究で毒キノコに変わる場合もあるため、
最新の情報入手を心がけなければならないという。さらにありましたね、キノコ狩り歴は3年だという女性が見つけたのは、これもまた白いキノコ。ちょっと咲いてみます。あ、咲いてきた。本当に咲けた。咲けます。これ見つけてみたいです。女性の判定は食べられるキノコ。絵が裂けたらそれは食べられるキノコと聞いているというのだ。そういうことはありえないですよね。いつかはありますが、裂けたキノコは全て食べられるというのは誤りです。これは猛毒毒鶴竹。キノコ狩りで恐ろしいのは民間の言い伝え。裂けるキノコは全て食べられる。これといった根拠がないという、ね、見えないんだもんね。キノコ狩りの経験者でもちゃんとさ、あのつけないといいのか、ライトつけたいな。つけて、そんなに犬にもつけて、自分でもつけてもらえないよね。味が狭いんですよ、明らかに。その反射板つけたり、ちゃんとつかないと、そして自分がいくら正しいなんだって思わないことやる。キノコを襲った異常気象の影響などで、山のキノコは赤い年。どこでもキノコの発生状況は良いという。そんな中、厚生労働省はホームページで毒キノコ大量発生の危険性を注意喚起している。キノコ狩りブームの中で被害拡大の恐れがある毒キノコの恐怖。その中に最も警戒しなくてはならない猛毒キノコがある。これはその猛毒キノコを誤って食べてしまった東北地方に暮らす60代